日本とロシアのミサイル艇同士が睨み合い？北海道沖にロシア艦2隻が出現。自衛隊が警戒、監視。ロシア軍のミサイル艇2隻が宗谷海峡に。防衛省統合幕僚監部は2024年7月3日、礼文島、北海道の北西約 50km の海域で、ロシア軍のタランタル3級ミサイル護衛哨戒艇2隻を確認したと発表。自衛隊が撮影した写真も公開しました。タランタル3級ミサイル護衛哨戒艇は、旧ソ連時代から運用されている艦艇で、小型の船体に艦対艦ミサイルを装備しているのが特徴です。2024年2月には、同型艦の岩の別が、黒海でウクライナ軍の無人水上ドローンによる攻撃を受けて沈没しています。防衛省によると、今回確認されたのは、艦番号991、971の2隻で、宗谷海峡を投進したとしています。自衛隊は、海上自衛隊第1ミサイル艦艇所属のミサイル艇若鷹、第2航空軍所属の P3C により、警戒監視、情報収集を行ったとしています。中国海軍の巨大ミサイル艦、北海道沖に出現。日米の主力艦を超えるビッグサイズ、自衛隊が警戒・監視。連配級ミサイル駆逐艦が宗谷海峡を通過。防衛省統合幕僚監部は2024年7月1日、礼文島、北海道の西約 40km の海域で、中国海軍の連配級ミサイル駆逐艦1隻と、浮地級補給艦1隻を確認し、これらの艦艇が宗谷海峡を投進したと発表。自衛隊が撮影した写真も公開しました。防衛省によると、今回確認された艦艇は、6月27日に対馬海峡を北東に向かって進んでいたとのこと。防衛省自衛隊は、海上自衛隊の第1ミサイル艇隊所属の熊鷹、第2航空軍の P3C 哨戒機により、警戒監視、情報収集を行ったとしています。今回確認された連配級ミサイル駆逐艦は、基準排水量が1万1000トンに及び、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦や、海上自衛隊のマヤ型護衛艦を上回る中国海軍で最大規模の駆逐艦です。アメリカ国防総省は駆逐艦ではなく、より大型の巡洋艦に分類しています。今回は補給艦も引き連れており、長期間の行動を想定しているとみられます。え、初なの？海上自衛隊が前例なしの多国間訓練を実施、就役間もない新鋭艦も。共同訓練前にはフィジーにも。海上自衛隊は2024年7月3日、太平洋方面に派遣中の護衛艦、能代が、イギリス海軍哨戒艦、テイマーに並び、オーストラリア海軍揚陸艦、チョールズと共同訓練を実施したと発表しました。日英豪の3カ国で水上艦艇による共同訓練を行うのは今回が初めてとのこと。共同訓練では戦術運動や人員交流、フォト EX、写真撮影用艦隊フォーメーションを行ったそうです。日本側の参加艦である能代は、令和6年度インド太平洋方面派遣 IPD24 の第3水上部隊として、各国海軍と共同訓練を実施すべく派遣された船で、今回の共同訓練の前には、南太平洋の島国フィジー共和国を訪れ、大使表敬訪問やボランティア活動、会場レセプションを行っています。なお、能代は2022年12月15日に就役し、長崎県の佐世保基地に所在する第13護衛隊に所属していますが、同艦が南太平洋に派遣されたのは初めてになります。
今回の3カ国共同訓練について、海上自衛隊は、イギリス及びオーストラリアは我が国にとって自由で開かれたインド太平洋を実現する上で特別なパートナーであり、海上自衛隊は引き続き同盟国、同志国海軍との連携を強化し、共に協力して地域の平和と安定、海洋秩序の維持・強化に貢献していきますと述べていました。味方戦車だったはず。元ロシア軍戦車がロシア陣地を攻撃。切ない映像が公開へ。特徴的な自動装填装置にも注目。ウクライナ国防省は2024年7月4日、自軍の T-72 戦車がロシア軍陣地を攻撃する様子を映像で公開しました。ただこの戦車、ウクライナ国防省の説明によると、ロシア側から戦場に遺棄していったものを再整備し、自軍に編入した路獲車両とのこと。説明でも、戦利品 T-72 戦車という説明をしていました。T-72 は50年以上も前に旧ソ連が開発した戦車で、今回のウクライナ侵攻でも数的主力として最も多く前線に投入されています。そのため比較的早い段階からウクライナ側も多数路獲しています。この度公開された動画は社長目線で撮られているため、砲塔上面のハッチから顔を出している状態から車内へと目線を移す様子が見て取れます。また T-72 の特徴である分離装薬、弾丸と装薬が分かれたタイプの砲弾に対応した自動装填装置が動く様子を鮮明に見ることができました。ウクライナ軍の戦闘機が驚愕の飛行でロシア軍を爆撃。超低空から一気に急上昇。MiG-29 が驚愕の爆撃を行う映像が公開。ウクライナ国防省は2024年6月30日、ウクライナ空軍の MiG-29 戦闘機が超低空から急上昇して爆撃を行う映像を公開しました。映像では地面すれすれの低空を飛行していた MiG-29 が急上昇し、前方に向かって爆弾2発を投下。再び反転しています。まるで極技飛行のようなこの飛行は、トス爆撃と呼ばれるもので、対空砲火を避け、爆弾をより遠方に投下することを目的とした爆撃方法です。ウクライナの戦場では、攻撃ヘリコプターなども、このトス爆撃と同じように、低空から機種を引き起こしてロケット弾による攻撃を行っています。MiG-29 は旧ソ連時代に開発された戦闘機で、ロシア軍とウクライナ軍の双方が実戦配備しています。ウクライナ軍では主力戦闘機の座にあり、アメリカ製の AGM-88 ハーム対レーザーミサイルを搭載可能にするための改修が施されています。ウクライナ国防省によると、今回の爆撃では、フランス製の AASM-250、ハンマーを使用したとのこと。AASM は通常爆弾を精密誘導弾に改造できる空対地モジュラー兵器で、ウクライナ軍は2024年3月に実戦で使用したと発表していました。ウクライナ空軍はロシア空軍よりも規模が格段に小さく、戦闘による損失も発生していますが、欧米諸国から供与された兵器も活用しながら、粘り強く戦いを続けているようです。自衛隊初の弾道ミサイル、撃ってた。新装備。高速滑空弾発射試験の動画を公開。防衛装備庁。アメリカで発射試験を実施。防衛装備庁は2024年7月4日、陸上自衛隊に配備予定の新型ミサイル、当初防衛用高速滑空弾の試験弾を発射した際の映像を初めて公開しました。当初防衛用高速滑空弾は、2026年度から陸上自衛隊への配備が予定されている長射程ミサイルで、
地上の発射装置からブースターにより発射後、分離した弾頭部がグライダーのように滑空しながら飛翔し、数百キロメートル先の標的を攻撃します。防衛装備庁によると、今回公開された試験は、2024年3月23日にアメリカのカリフォルニア州において実施されたもので、計測系の確認を行ったとのこと。また、今後の発射に必要な性能も確認されたため、引き続き発射試験を含む段階的な性能確認を実施していくとのことです。中露艦艇が大隅海峡通過、4度目の共同パトロールか、防衛省。防衛省統合幕僚監部は5日、中国とロシアの海軍艦艇計4隻が大隅海峡を東に抜け、太平洋に向かったと発表した。同省によると中露艦艇が日本周辺で共同航行するのは4回目。ロシア側は共同パトロールを行ったと発表したといい、同省は今後の進路などを注視している。同省によると共同航行したのは中国海軍のルーヤン3級駆逐艦やロシア海軍のステレグシチー級フリゲート艦など4隻で、4日に鹿児島県の草垣群島の南西海域で合流し、同日夜から5日未明にかけて連続で大隅海峡を通信したという。海自の護衛艦や哨戒機が警戒監視に当たった。沖縄に最新鋭ベテラン戦闘機来る。アメリカ軍が日本配備の戦闘機更新を発表。嘉手納基地にも戦闘機再配備へ。嘉手納基地に最新鋭機配備へ。アメリカ国防総省は2024年7月3日、日本に配備されているアメリカ空軍及び海兵隊の戦闘機を新型機に更新する計画を発表しました。報道発表によると、これは今後数年間に及ぶ更新計画で100億ドル、約1兆6000億円相当の予算を投じるとのこと。中でも注目なのは、沖縄県にあるアメリカ空軍嘉手納基地に配備されていた F-15C-D イーグル戦闘機の更新計画です。国防総省によると、これを F-15EX イーグル2で置き換えるとのこと。F-15EX イーグル2は、1972年、昭和47年に初号機が初飛行し、航空自衛隊でも運用されている F-15 イーグルシリーズの最新バージョンです。飛行制御システムをフライバイワイヤにし、デジタル式コックピットを備えるほか、最新の AESA、アクティブフェーズドアレイレーダーや、世界最速レベルのミッションコンピューターなどを搭載し、大幅に性能向上を図っているのが特徴です。これまで F-15EX イーグル2は、2021年に初飛行後、2024年にはオレゴン州空軍州兵である第142航空団に初の実戦部隊への配備が行われたばかりです。アメリカ空軍はかつて嘉手納基地に48機の F-15C-D を配備していましたが、2022年にこれを順次アメリカ本土に引き上げることを発表。現在、同基地に常駐する戦闘機は存在していません。今回36機の F-15EX イーグル2を嘉手納基地に配備することが発表されたことで、同基地に戦闘機が常駐する状況が再び復活することになります。